アンリアルエンジン5で、ベルセルク風なゲーム作成を目指している動画です。今回は、自動でロックオンチェンジです。よろしくお願いします。現在のロックオンシステムは、いつぞやの無料コンテンツフレキシブルコンバットシステムを移植したものです。遡ること46回目の動画で紹介しました。不完全な移植により、少々使いづらい部分があったためこの度修正しました。今動画で流しているのが修正したものです。修正点ですが、敵が倒れた時にロックオンがすぐに外れるようにしました。その後、サイドボックストレースを出してヒットした敵にロックオンするようにしました。もう一度見てみます。このような感じで、ロックオンがスムースに別の敵に移るようになり、操作性が向上しました。改良前のやつを見てみます。敵を倒した後もロックオンし続け、敵が消えるまで継続します。消える前にロックオン対象を切り替えることはできます。倒して消えるまでロックオンできてしまうため、倒した敵を再度ロックオンしてしまいます。1対1ならこれでも問題ありませんが、複数体の敵との戦闘では大問題です。攻撃しながらロックオンを切り替えなければならず、さらに切り替えたと思ったら、倒れた敵にロックオンするなどストレスマックスです。個別的なものなので参考になりそうにないですが、ブループリント等を紹介します。敵のブループリント、敵が倒れた時の処理をするところです。使うのはやはりブループリントインターフェース、リリースロックオンという名前のインターフェースを作成。メッセージを送る相手は、プレイヤー。インプットのアクターには、セルフを入れます。サードパーソンブループリント。リリースロックオンのイベントの処理です。小さいですが赤枠のアクターのところに、倒れた敵の情報が送られてきてます。それを出力し、ターゲットキャラクターという配列から取り除きます。さらにその敵と、今ロックオンしている敵が一緒かどうか確認するブランチを設けてます。同じ敵だった場合、次にプレイヤーが継続してロックオン状態かどうか確認するブランチに続きます。続きです。プレイヤーが継続してロックオン状態の場合トレースを出します。今回はボックストレースにしてみました。スフィアだとどうなるかこの後見ます。トレースがヒットした相手を新たにロックオンターゲットとします。以上です。スフィアにした時のものを見てみます。近い方から順にロックオンしてほしいのですが、飛ばしてロックオンしてしまいます。トレース形状の違いによるもののようです。100人斬りモードを作成し、複数の敵と戦闘したことで、ロックオンシステムの移植ミスを痛感しました。最初は敵を倒した後ロックオンが外れず、手動で切り替える必要があったため、攻撃が途切れ途切れになり、気持ちよくボタンを押すことができませんでした。動画だとわかりにくいですが、ロックオンをしっぱなしで攻撃ボタンを押しているだけで、別の敵へ向かって攻撃してくれます。敵の位置によっては、もちろん再度ロックオンする必要があります。今回のロックオンシステムと同様、戦闘することで気づいた点が他にもありました。それらについて、次回以降紹介しようと思います。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。